最近セーターもホームクリーニングできるものが多いので薄手のものは自分で洗ってるんですけど、これざっくり系のニットはね、なんとなく難しい感じがしていつもクリーニングに出していますが、もうねあと10日で6月なのに未だにこのセーターがクローゼットに入ったままっていうことがね、もう恐ろしいですね。なんかよくそこまで出さずにいたなって思いますけど、3月の30日にロックダウンがねうちのマンション始まっちゃったので、もうそりゃその2ヶ月の間出すタイミングなかったっていうことなんで、その時間とね季節の移り変わりも目の当たりにすると恐ろしいですね。これは春節用に買ったね赤ニット。ヤッホー、行ってもいい？いいよ、もちろん行ってもいいよ。これも長く着てるザラのねニットワン、これも薄手なんで形崩れる素材じゃないから自分で洗おうかな。洗おう？洗う、うん。じゃあこれはドライクリーニング色で自分で洗うパターンのと、出したけど着てないからもう一つのね倉庫部屋にしまうのとで分けました。いたしまってきます。これ何するの？うん、それ片付ける。じゃあねここに夏服が全部入ってるので出しましょうか。じゃじゃーん、さて出そうか。一つ買ったら一つ捨ててるので結構量は絞って保管してるんですけど、それでも一冬越してから見るとなんかやっぱりこれいらないなって思うものも出てくるので、ちょっと選別してからね戻そうかなと思います。次 T シャツ着たいと思うんですけど、 T シャツはやっぱ必要なので持ってるんですけど、なんか髪がこれだけ長いとどうしてもなんかカジュアル度が高いものがだんだん似合わなくなってきて、まあ子供見てると必要だから持ってはいるんですけど、あんまりね着ててなんかしっくりこないんでね着なくなりましたね。まあ、持ってますけどね、キープしてますけど、んでね、だからちょっと綿素材のねトップス着たいって思ってもなんかもういっそノースリーブとかの方がなんか見た目的には馴染むなと思ってノースリーブを好みますね。あんまり白か黒かベージュしかないですね。あの紺グレーカーキーがなんか好きだけど買わないように気をつけてますね。すごく老けて見えるんで、あと肌色もあると思うんですけど、あんまり色白じゃないんでね、いわゆるイエベってやつなんで、あんまりねそういうマスカラを持ってくるととっても老けて見えるので、好きだけど着ないように気をつけてます。たまにこういう正方形のなんていうんだろう、スカーフ柄で金太郎みたいになるやつ、これはね夜遊び用ですね。夜遊び用、もう子供がいるとあんまり出かけることもないけど、でもたまにお友達と夜ご飯行く時とかに着ますあとはこれもとても気に入ってる、こういうなんていうの、肩出るやつってなんていうんですっけ、ハーフアップじゃない、ハーフトップじゃないし、肩出るやつってなんていうんで、オフショルダー、そうだそう、オフショルダーのワンピースね。刺繍すごいかわいい。一時ザラでね刺繍こうやって入ってるシャツすごいシリーズで出てた時あるんですけど、その時に買ったオフショルの1人目の妊娠の時に買ったんですけど、オフショルでねこうふんわりでお腹
隠れるんでなんか妊婦のおしゃれ着みたいな感じで、だけどあの肩ガーって出てるから、なんか中国でこれ着てたらお友達にこんなん中国で着たらポーポーに絶対許されないって言われた。タイラ君気に入ってるけど、いいよ。さてそんなのもあります。じゃあこれ入れてくれる？これ入れて。じゃあこれはねストックしてる服なんで、さよなら服。衣替えするためになんで私こんなダサい服買ったんだろうっていつも思いますね思うし、それを着て外出てたんだって思ったら超絶ダサいから、なんか衣替えのために後悔しますね。1シーズン前の昨シーズンの服を毎回後悔しますねこんな大きいお肉だよ、タイちゃん。うわ落ちちゃった。ないよ。これ、うん、小龙虾。